OK! FWJ MC 野澤翔でございます。さあ今日はジャパンアルティメットウォリアーチャンピオンシップ三重県初上陸ということで、チーム FWJ 三重県初上陸してまいりました。今日はね、本当は桑名での開催ということだったんですが、まあこのコロナの関係で今日は四日市に会場を移してのコンテスト開催となりました。まあ今日はね、あいにくの雨ではございますが、はい、素晴らしい選手の数々、そして多くのお客様がね、ご来場いただいたコンテストとなっております。さあ東京もね、もう少しで緊急事態宣言が明けます。ただし我々油断しているわけではないですね。はい、選手もコンテスト当日まで油断禁物のように、我々も感染症対策もう当日もバッチリ行ってね、今日も一日安全で選手そしてお客様が楽しめるコンテスト運営を心がけてまいります。それではもう一度いきましょうか。三重県初上陸ジャパンアルティメットウォリアーチャンピオンシップス、皆さんお楽しみください。はい、たくさんのお客様にご来場いただいております。もちろんマスク着用、まだね、応援は拍手のみということでの応援ですけれども、こんな感じで賑やかなコンテスト会場となっていますが、今日はね、三重県といえばヘッドジャッジ FWJ 坂部さんの地元ということで、非常に坂部さんの家族も来てるのかな、はい、ご家族もご来場いただいているということで、この坂部さんの地元でのコンテスト開催となっております。まもなく、お客様が入場されます。ジャパンアルティメットウォリアーチャンピオンシップス、皆さん今日は一日お楽しみください。出場は初めてですか？初めてです。ありがとうございます。 FWJ 出場されしてみようと思った理由っていかがですか？大会を見てかっこいいと思ったからです。ありがとうございます。目指すビキニ選手いらっしゃいますか？サリーさんです。おー、いいですね、はい、名古屋のスターで、はい、ありがとうございます。今からステージ立てられると思うんですけど、はい、どのようなお気持ちですか今？楽しみです。ありがとうございます。はい、ぜひ頑張ってください。はい、すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ポテトチップスを食べてるとこすいません。やっとくよ。ちなみに三重に出場されたなんか理由とか？はい、まあ愛知県なんで近いなと思って、うん、三重にしました。あ、そうなんですね。はい、今年度は他の大会は、あとはまあ名古屋の9月の名古屋大会に出ようかなと思ってます。はい、我々の、はい、ありがとうございます。ぜひお待ちしておりますので、はい、はい、ありがとうございます。はい、May I have a name and introduce yourself to the camera? Hi, my name is Jasmine Cube. I'm from Okinawa. We were currently staying in Okinawa. Right now, we are working for military. あー、カデナ。Yes, カデナ。あー、カデナ、はい、カデナベース。はい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 。ジャスミンさん、出身は Where from?I was born and raised in the Philippines. フィリピンの方なんですね。フィリピンの。Is this your first time to entry the FWJ? No, this is my second time. FWJ? FWJ, yes. Is that your last year? That was last year, last yes. Year. Okay. How is your condition today? I think much better compared last year. I took off from competing for like 8 months. So yeah. ありがとうございます。はい、今日の意気込み、 What's your goal today? My goal is just to present what I have, you know, built for the last couple of months and just enjoy. ああ、いいですね。And have fun. はい、はい。This show is very, it's very fun. うん、yes. うん、では、ステージを楽しんでください。Have a fun. Have a good day. Yes. はい。頑張ってください。ありがとうございます。ジャスミンさんでした。ありがとうございます。Yes. 手振ってもらっていいですか、最後。木村さんにお越しいただきました。今ちなみに何をされてました？はい、寝てました。はい、出番としてはいつですかね？カテゴリー、はい、カテゴリーノービスオープンマスターズ、お昼から多分連チャンです。はいはいはい、はい、で、今ファミリーフィジークを終えて、終えてちょっと休まれてた。はい、ファミリーフィジークはいかがでした？楽しかった。やっぱいいですね。こういうのがあるんだったらもっと前から出たかったね、家族で。はいはいはい、うん、はい、はい、
娘さんです。息子です。息子さん、あ、はい、息子さんですね。何歳ですか。5歳です。5歳。めちゃめちゃ貴重な経験、いい経験になって。そう、楽し、はい、楽しそうにやってくれてよかったかな。ありがとうございます。ちなみに、今日のヘアスタイル、ここ触れないと、はい、なんで触れないんだってなると思うんで。そう、静岡から僕ピンク一本で来てるんで。はい、もう静岡からっていうのはどこの、いつの。去年の静岡からもうずっと。まあ、ピンクで、はい。めちゃめちゃいいですね。はい、派手で。間違いない。間違いないです。はい、ありがとうございます。これで覚えてくれてる方もいらっしゃると思います。はい、はい、ありがとうございます。では最後にですね、本日の意気込みを、ご自身の個人のカテゴリーとしての意気込み。ああ、なるほど、はい。もう何をしても変わらないんで、舞台を楽しめ。以上です。私はファムシーケンです。ベトナムから来ました。FWJ のコンテストは初めて。そうですね、初めて。なんでコンテストに。毎日運動するので、チャンス、自分のチャンスが上げる、ので、コンテスト受ける。はい、お仕事は。お仕事は今、はい、留学生ですね。あ、留学生ですね。はい、日本大学で勉強して。あ、そうなんですね。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっとカメラに向かっていいですか。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。こんにちは。眩しいよ。眩しい。ごめんね。今日はここに何をしに来たの。わかんない。筋肉。お、じゃあ筋肉を見せてもいいですか。見せてもらって。うん、いいよ。はい、お願いします。フロントポーズ。すごい。バックポーズできます。お兄さんですか。じゃあ一緒に出てもらっていいですか。じゃあ一緒にフロントポーズ見せてもらっていい。ピッピッピのやつね。じゃあ。せーの。お、素晴らしい。ちゃんと覚えとるね。お父さん、今日はどのカテゴリーを参加していますか。僕、ファミリーと、ジーンズのショートマン、あとはフィジークノービスのマイナス175でエントリーしてます。はい、今日の目標は、優勝しか見てません。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは、IFBB プロの夢です。はい、今日はサポートで、はい、来ております。106番のビキニの選手ですね。ビキニ選手、まあ、参加された人にとっては一番注意しないといけないものは何ですか。やっぱりね、ビキニは、もうステージのこの幕から出た瞬間、ステージに立った瞬間から、もうこう華やかな、オーラを出す、もう堂々と笑顔で、まあ、美しく女性らしく、まあ、振る舞うっていう感じですね。はい、まあ、それがポイントですかね。はい、応援よろしくお願いします。はい、プロ、はい、お疲れ様です。今日はどういうあれで来てる。ノービスチャレンジとビキニのノービス、エリートの、 サポートで来ました。どうですか。すごいいい感じで体仕上がってるんで楽しみです。ありがとうございます。意気込みを。意気込みをどうぞ。木野先生に体を作っていただいたので頑張りたいと思います。お、悟空の服を着ている可愛いお子さんがいますね。こんにちは。こんにちは。こんにちは。イエーイ。いい。今日はファミリーフィジークですか。ファミリーフィジークです。何でだろう。ファミリーフィジークです。頑張ろう。今は何歳ですか。頑張ります。まだ11ヶ月です。11ヶ月。昨日11ヶ月。お名前は。あ、ジョー太郎です。ジョー太郎。お、北戸ジョー太郎。ジョー覚えてる？おいで。ジューチュー。
ちなみに湯浅さん、今日はどういうような服装ですか。今日はこのコンセプトはドラゴンボールです。お父さん役、父役、悟空役、父役、ご飯役です。ご飯ですね、はい、ね、名前は丈太郎だけど。今日の意気込みをいただいてもいいですか。楽しみたいと思います。デビュー戦なんでね、彼のサポート役で頑張りたいと思います。カメハメハをもらってもいいですか。カメハメハ、そうですね、頑張ります、はい、お願いします、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。もらったんで、言ってくれます。笹井さんって、はい、笹井屋さんにもらったって。笹井で、シムクレール、さあ、皆さん、今日ゲストを登場する前にですね、本日この皆さん向かって左手の笑いにある六日市名物、長持ち笹井屋さん、長持ちの笹井屋さんから、今日お持ちをいただきまして、なんとこれ、ご清聴の皆様にお持ち笹井屋さんの長持ちをプレゼントということなので、ぜひ入り口のところですね、入り口のところで皆さんお配りするので、ぜひこの 長持ち笹井屋さんのね、この名物を食べていただければと思っております。じゃあ行きます。せーの、ツインドラムです。イエーイ。今日は、はい、シックスさんのアパレルのお手伝いにやってまいりました。なるほどなるほど、ありがとうございます。なんか、はい、男の人向けのなんかフィットネスウェアって思われがちなんですけど、はい、女子でもこうやって着ても可愛い、オーバーサイズでもちょっと絞ってもめっちゃ可愛いですね。めっちゃ可愛いです。出せるんで、はい、女の人にも使ってもらいたいと思って私たちも参加させていただきました。上下サイレックスですもんね。そうですね、はい、帽子からマスクから服から何も、レギンスから靴から何もかも、はい、中もそうですか。中はちょっと下着も全部ちょっとあんま恥ずかしく見せられないんですけど、すいません、ごめんなさい。では、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。 YouTube 見てね。うちのお兄ちゃん
頭下げなさいよ、お兄ちゃん。うちのお姉ちゃん。長男、あ、長女、長男、次男。で、下がいます。で、綺麗どころやで。これ。坂部家オールスターズ。あ、正行。お前ちょっとか。おい、正行。これで、ま、坂部家、そう。これとお母ちゃん来たら完璧だった。坂部家。今日来てない。今日お母ちゃん来なかった。来なかったんだ。ちょっと写真撮ってくれ、早く。はいはいはい。こっちも見てね。はい、チーズ。はいはい。よし。トニーさん、すいません。お時間いただきました。インタビューぜひさせてください。トニー小池です。ありがとうございます。トニーさん、次コンテストは、コンテストは次 FWG、 石川県、うん、金沢の大会に、大会7月24日、うん、カテゴリーは、カテゴリーは新しいのカテゴリー、クラシックフィジック、うん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 、今まではトニーさんフィジック、今までフィジック、うんうん、なんで今回新しくクラシックフィジック、うん、大好きクラシックフィジック、ポージングはいいね、うんうん、体もいいね、うんうん、レッグスも、あ、レッグス、はい、うん、今そのコンディションは何パーセントぐらいですか。今は、はい、80%。 お、 80%、うん、おー、すごいね、めちゃめちゃ仕上がってますね。ありがとうございます。では7月24日、はい、金沢な、石川県金沢でのステージをぜひお楽しみください。ありがとうございます。トニーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。感想を一言待っていい、もう初めて出たんですけど、もうすごく楽しかったです。ありがとうございます。今日はご家族全員一緒に行きましたね。はい、主人も子供息子も応援を、はい、来た時はどういうような感じですか。はい、一番なんかやっぱ嬉しくて、あの緊張が取れます。はい、ありがとうございます。私ビキニノービスも出させていただいたんですけど、やっぱ筋肉量が足りないなっていうことを思ったので、ちょっと1年間頑張りたいと思います。次はビキニノービスでちょっと勝ちたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。おめでとうございます。
こういうコロナの中でもこうやって大会を開催していただいた皆様に本当に感謝したいと思います。ありがとうございます。いや初出場やったんですけど、やっぱ10代最後やって、まあ、取れてよかったです。ジーンズモデル優勝できてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。スキーいつ出るんですか？次はもう来年で、今ちょっとバルクしようかなと思ってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。最後です。はい、いや親の前でこういう風に優勝っていうのが取れたのが非常に嬉しいです。また来年も頑張りたいと思います。はい、嬉しい。俺はマジで泣きそうだよ。いいよ、もう。ありがとうございます。いいよ、いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。重症の感想一言待っていいですか？いや嬉しいですね。単純に嬉しいです。はい、いやありがとうございました。減量期はどのくらいかかったんですか？僕4ヶ月ですね。はい、いや初めて4ヶ月もラーメン食べてないもんですから、でも死にそうでございます。スキーいつ出るんですか？いやちょっと考えてないですね。ちょっとゆっくりしようと思ってます。はい、じゃあまた機会があれば、はい、お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。感想を待っていいですか？あ、一言ですか？いや本当にもういろいろと周りの方々、いろいろ関わってくれた方に感謝の言葉がしかないですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。大見田さん、あ、富田さんですか？はい、あ、優勝 の、 感想一言待っていいですか？あ、無事5ヶ月減量したんで、うまくいってよかったです。ありがとうございます。もう1個あるんでちょっと楽しみで。じゃあ、また後ほど頑張ってください。ありがとうございます。出るって決めたのは4ヶ月ぐらいです。減量はどうやって準備してるんですか？私の先生、ハファイ先生にお願いをして協力してやってきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ちなみに、はい、準備期間はどのくらいかかったんですか？準備期間はトレーニングは4年ぐらいやってるんですけど、減量は半年ぐらいかけてやりました。あ、じゃあ今回のコンテストは初めてですか？ FWJ は初めてです。じゃあおめでとうございます。ありがとうございました。また月の月やりますよ。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。小山さん、ダブルエントリーです。はい、じゃあ渡してみましょう。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。感想一言もあっていいですか？やっと終わりました。楽しかったです。はい、ちなみに今日の目標は、もともとはどの目標でしょうか？2つエントリーして2つとも入賞できたらなと思ってて、2つ取れたんでよかったんですけど、ちょっとオープンはギリギリっていう感じで、はい、次もっと上位を目指したいです。次はいつですか？次は一応11月頑張りたいなって思ってます。はい、じゃあまた11月お会いしましょうか。はい、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。お、北原さんですか？ございます。おめでとうございます。ありがとうございます。重症の感想一言待っていいですか？いや、もういろいろいっぱいいっぱいの中、位置いただけて本当にもう感謝しかないです。ありがとうございます。ちなみに減量はいかがでしたか？5月のプロクオリファーの方に出させていただいて、それまでもうずっと今日まで、まあ、1ヶ月まだ続いてたんですけど、なかなかちょっと連戦が続いてたので、ちょっともういろいろしんどいところはあったんですけど、最後はいろんな方からの応援とかいろいろ覚悟とかも決めてたので、はい、出させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。インタビューしてもいいですか？日本語が、英語が、ポルトガル語だけ。あ、ブラジルの方ですか？ブラジルの方です。じゃあ、ブラジルの言葉で大丈夫ですので。ブラジルの、はい、Eu estou muito feliz de ter participado da categoria Wellness. É a minha segunda vez e eu só queria agradecer pelo prêmio e pela oportunidade. どうもありがとうございます。はい、あともう一個。はい。
ね。おめでとうございます。ありがとうございます。感想一言もらっていいですか。前回2位で、あ、神戸大会2位 で、 で今回優勝できてちょっと嬉しいです。ありがとうございます。次はいつ出ますか。次は7月3日の沖縄大会に出るんで、そこでもちょっと優勝して。結構連続で。はい、連続で。じゃあまた沖縄でお会いしましょう。はい、はい、ありがとうございます。嬉しいですけど、まあ、2人だけだったからちょっと寂しいのもあったんですけどね。まあ、だけども勝てたから嬉しいです。じゃあ次またもうちょっと大きな大会に出る予定があります。そうですね。あります。いつですか。まあまあ、はっきりとは言えないですけど、まあ、11月の日かなという感じです。はい、じゃあまた11月のところでお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですよね。マジで1位だけです。1位だけです。はい。いや、なんかいろんなものを。パート2ですけどね。そうですね。まさか、まさか。感想をいただきます。いや、ちょっとびっくりしてますね、正直。恐ろしいですね、はい。まあちょっと、嬉しい通り越してちょっとびっくりしすぎて、ちょっと言葉が出ないですけど。ありがとうございます。2位の方、こちらです。おめでとうございます。ありがとうございます。どこに行きたいですか。優勝の感想一言もあっていいですか。優勝の感想は嬉しいです。まあ、今までやってきたことの成果が出たので良かったです。応援してくれた方、サポートしてくれた方、本当にありがとうございました。おめでとうございます。お、優勝おめでとうございます。感想一言いただいてもよろしいですか。いや、3回目ぐらいでやっと勝てたんで嬉しいです。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめで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 とうございます。ありがとうございます。もう一度感想をいただいてもよろしいですか。2つとも優勝できて本当に良かったです。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。また頑張ります。今後も、はい、今後もまたお願いします。ありがとうござい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 ます。オーバーオールあるんですけど、はい、感想をすぐ待っていいですか。はい、そうですね、神戸大会でちょっと成績が悪かったんで、今回リメイクできてオーバーオールも出ることができたんで嬉しく思ってます。あとはもう最後ステージ楽しむだけです。ありがとうございました。ありがとうございました。オーバーオールを楽しみにしております。ありがとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。感想を簡単にもらってもよろしいですか。狙いはオーバーオールなんで、今から取ってもう一回インタビューお願いします。はい、お願いします。頑張ってください。続いてはメンズ B チームプラスキャプテン。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。2位の方こちらです。おめでとうございます。ありがとうございます。感想一言もらっていいですか。感想、一応神戸に続いて優勝ということで次のオーバーオールも負けないように頑張りたいです。はい、ありがとうございます。オーバーオール頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ここからはジャパンアルティメットオーバーオール頑張ってください。頑張ります。メンズビチークオーバーオール審査です。メンズビチークオーバーオール審査です。It's cold again. We'll say
今日は本当にオーバーオールだけを狙ってずっとやってきたんで、まあ、とりあえず取れて本当にホッとしてます。で11月のプロ戦が本当の目標なんで、そこに向けてもう一度体作りしてさらにいい舞台にできるようにします。ありがとうございます。はい、じゃあまた11月東京で、はい、行きます。お会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ジャパンアルティメットウォリアーチャンピオンシップスということでね、今日は FWJ チーム初の三重コンテストということで、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ということで、ね、まずは、もう地元ね、坂部さんの故郷の三重ということで、ヘッドジャッジの坂部さんの今日のね、総括を伺いたいと思いますが、いかがでしたか。まあ今名古屋にちょうど向かっている三重から、はい、名古屋に横断するというところで、はい、まあ私はここ生まれ育ってこの四日市で都会という文字を知り、ここで初めてゲームセンターに行き、はい、映画館に行き、非常に思い入れが深い、はい、こういうところで私のわがままを聞いていただいた FWJ が、コンテストを開催してくれて、総括以上に嬉しいことはありません、はい、ただね、今回オーバーオールの子も非常に、まあ、長年努力してきて初めてオーバーオールを取ったりとか、最近 FWJ で一番特徴的なのは初めて参加する人が非常に多くて、
ただその中からも逸材がどん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 出ているので、まあ三重県は不毛の地かと思いきや非常にレベルの高いコンテストになって、来年桑名市大会でやるのでますます楽しみになりましたね。はい、さあ、今日はねもう朝から、テンション上がりっぱなしの、坂部ヘッドジャッジの総括いただきましたけれども、まさにねメンズフィジークはこう新しい初参加の選手が多い中で、最近はこう長年のね歴のある選手がやっとオーバーオールを取るというね展開が多いんですけれども、一方、ビキニはねいかがでしたか。まずは、今日ゲストポーズも務めた、IFBB プロのエリザベスに伺ってみたいと思います。3回目のゲストポーズをやらせていただきました。ありがとうございました。三重県で初めてコンテストやらせていただいたんですけれども、非常に女子のレベル高かったんですね。で一番私ビキニももちろんそうなんですが、一番私が個人的にびっくりしたのはウェルネス、3人しか、まあ、残念ながら出てらっしゃらなかったんですけど、その3人のレベルがとんでもなく高くて、で非常にもう審査はすごい正直迷ったんですけど、やっぱりまあ、ブラジル人であるその遺伝子っていうのもまあ大きかったんだろうけど、その本人たちの動力、まあ、非常にそのステージ上で伝わってたので非常に印象的でした。はい、そしてビキニオープン今年最多かな16名でしたっけ、出場ということだったんですが、ヘッドジャッジを務めたサリーさんいかがでしたでしょうか。本当入場してきた瞬間からビキニってやっぱり華やかさもあって、会場が一気にキラキラ輝いててすごく華やかな競技なので、やっぱり人数があれだけ揃うと、うん、いいですし、もう本当今年入ってからなんか急にビキニのレベルが本当に、今まではいい選手をたくさんというか必ずいたもののやっぱり 1,2 名っていうところが、今もう本当底上げでみんなレベルがとってもいいので、東京だけじゃなくてこういう地方でもきちんとトレーニングして、うん、きちんとコンディション作って、できちんとステージングできてっていう選手が本当今年は見ててこっちも嬉しくなるような選手がいっぱいいたので、今日も終わってからフィードバック選手に直接する機会あったんですけど、みんな本当に一生懸命情報を取って、でコーチもついてたりとか、どんどんやっぱりアメリカみたいなバックステージの雰囲気もありますし、選手のレベルもそうですけど、そこにコーチがいるとかメイクアップもいるとか、そういう全体が本当にいい雰囲気になっているので、はい、今後も楽しみだなと思います。はい、ありがとうございます、うん、そして、そのままビーフさんにねマイクをパスしていただいて、ビーフさん今日この坂部さんの地元三重コンテストいかがでしたでしょうか。最初に、まあ、坂部ファミリーの暑さに暑かったですね今日はね、暑さに一番びっくりして、はい、まあ、そのまま、まあ、コンテストは層が厚いというか、うん、やっぱりちょっとこうジャッジでも結構悩むところがあるくらい、やっぱりこう飛び抜けた選手っていうのはやっぱりちらほらいたんですけど、やっぱりこうみんなそれぞれなんかこう肩を並べてきてるというか、うん、なんかこう層の厚さを感じた大会で、逆に今日はまあジャッジ目線としてはちょっと苦労したなっていうところがありましたね。まあ、今ビーフさんのお話にもあったんですけれども、この主要都市以外の地方で層が厚いってね、初めての2015年の時からは考えられないようなね、だから俺はね、うん、いつも思ってるのは女子の参加数がやっぱりその団体の底辺の強さ、うん、だから発展する能力だと思ってるので、うん、東京で16人17人っていうのは、まあ、ありえる。そうですね、ただこの地方都市で17人18人って非常に素晴らしいこと、やっぱり FWJ がこれからますます躍進していく担い手となるのはやっぱり女子の参加、ただ苦言を呈すならばやっぱりボディービルの参加者がやっぱりもっともっと増えてくると、東海3県ってもともとボディービルがすごい強いとこ、ユニバースを取った人もいれば、はい、この四日市で須藤光三さんというね、はい、世界を取った人も出身でいるわけ、まあ今回小川さんもクラシックビジークもボディービルも非常に層が厚いって言ってたんで、はい、そこら辺どう？今回思ったのが、うち FWJ の課題なんですけど、ちょっとボディービルとクラシックフィジーク、ちょっと選手層がちょっと少ない感じなんですけど、今回クラシックフィジークも4名、ボディービルも2人、すごい
コンディション良くて、ちょっと見応えあって、みんなポージングもねすごい上手で、ちょっといいですか、あの夏の大会になりますけど、ちょっと選手とコーチにちょっと言いたいんですけども、ちょっと無理な水抜きをしてちょっと、ステージで倒れちゃうことのないように、ちょっとその辺の調整を気をつけてもらいたいと思います。以上でございますか。はい、ありがとうございます。さあということで無事、三重のねコンテスト初コンテスト、意外に FWJ 得意ですね。得意だね、うん、栃木も盛り上がりましたし、今日のね三重も初上陸で結構やっぱみんなね楽しんでくれるっていうのは本当に我々運営としても嬉しい限りでございます。ただね、まあ選手のことばっかり言うけど、やっぱり我々スタッフもこうやって東京からみんなこうやって来てバスで、まあ、移動して、まあちょっと若干プロレスチックなところもあって楽しいんだけど、もし皆さん見てる中でね、ぜひ FWJ のスタッフとして私もやりたいとかね、俺もぜひ参加してみんなと一緒に頑張ってやりたいという、そういったスタッフも我々はどん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 募集してるんですよ。やっぱり我々今いる現存のスタッフの絆が強くて、やっぱりなかなか入りにくいなと思われる方もいらっしゃるかもわかんないですけど、こうやって皆さんで旅行しながらコンテストのことを語り合いながら、フィットネスのことを語り合いながら、これは一つ非常にいい経験にもなると思うので、もしそういう方がいたらここまでご連絡ください。募集、スタッフ募集、スタッフ募集まで連絡ください、はい、まさかの総括で今回の動画、リクルートですよ。いやだから、はい、地域地域でね、はい、ぜひやりたいというボランティアの方がいらっしゃったらもう非常に助かるので、次回は7月3日、はい、沖縄、はい、で7月10日パワーハウスジムクラシックが三郷で行われます、はい、続々コンテストも各地方であるので、ぜひ皆さん臆することなく我々のスタッフに参加して、協力してコンテストを盛り上げていってください。はい、東北巡業も、東北巡業も一緒にやりましょう。はい、ということで、三重初参戦ということでね、ジャパンアルティメットウォリアーチャンピオンシップスお届けしました。皆さん動画を今日もね視聴いただきありがとうございました。7月3日沖縄です。